はい。おはようございます。マスダです。マッスンです。はい。寒いと思わないでください。はい。はい。まあ、えっ、ー、と、いつもブログを見てくださって本当にありがとうございます。なんか、おかしいな。はい。いつもありがとうございます。えっ、ー、とですね、昨日ですね、まあ、 色々、こう、お聞きして、全国あんぎゃ、どう思いますかみたいな感じで聞いたんですけれども、まあ結構ですね、あの、来てくれとかね、あの、待ってますみたいな感じのね、メールが届いて、本当良かったです。で、なんで良かったって言ったら、あの、ちょっと、こう、ビデオを撮って、ね、ブログを更新してですね、あなたにですね、更新して、その動画を見てもらったときに、ちょっと僕、ピッと思ったんですね。 あのー、なんかね、自分がめちゃ成功してるやつみたいで、なんかすごい生きってるんじゃないかとか、なんか調子こいてるんじゃないかな、自分で思ってしまって、俺に会いたい奴なんかいるわけないやんとか思ってたんですね。でもそれはちょっと違ってて、ね実際に、こう、どうですかって聞いたりすると、あ、ぜひ、みたいな感じのですね、声が、声しか変えてこなかったです。来んなとかね、あのー、そんなんとかなかったです。 まあ、あたらあたでちょっとしばき回すんですけれども、はい。でですね、あの、ここでですね、ちょっと教訓があるんですね。で、どういう教訓かって言ったら、僕もですね、昨日ビデオを撮って、あなたにブログのこの、えっ、ー、と、記事をですね、えっ、ー、と、まあ、お見せしてというか、動画をお見せして、ね、お見で、まあ、いい反応というか、来てくださいみたいな感じの反応が得られましたよね。けどですね、 取る前っていうのは、取って流した後っていうのは、いやー、こんなこと言ったってとかね、あの、いやー、所詮俺ぐらいのもんなんてっていうふうに思ってたんですよ。けど結果は違いました。こっから得られる共感っていうのが一つあります。それはですね、まあ、やる前にですね、自分の中で答えを出すな、ということですね。もう一回言いますね。やる前に自分の中で答えは出してはいけないっていことです。 これどういうことかというと、まあ、例えば一つあなたにですね、アイディアがあるとするじゃないですか。ね。例えば、あの、昨日ですね、大阪の先生とお話をしてて、いろいろ一つアイディアがあったんですけれども、産婦人科の先生と組んでですね、で産婦人科で治らへん人はうちに回してくださいと。で、うちでどうにもならない方だ、ならない患者はそちらの方にお任せしますという感じで提携したらどうですかと言ったんですね。まあ、その先生が、 それをするかどうかは別にして、まあしたとして、まあすごいいいアイデアだと思ったとしましょう。けれど、いやでも俺なんてそんな病院と組ほど実力はないしとかね、その病院と組ほど大きい治療院ではないからとかって言って、こうね、やる前に諦めてしまうこともあるかもしれないですよね。ですが、ですがですが、結果というのは、いつも僕たちの頭っていうのは、 っていうので出すのではなく、マーケット。<laughs> マーケットですね。市場が決めることです。結果というのは。自分たちの心とか頭っていうのは結果を出しません。外に出て、やっと答えが出るんですね。僕たちはいつも止めてしまいます。 あのあ、あ、あの、こういうアイデアがあるけども、いけないんじゃないだろうか、ああいうことを思いてたんだけど、まあこれはどうなんだろうかとかって自分の中で止めてしまうんですね。そうではなくてね、出すんですよ。出せば答え返ってくるじゃないですか。ね。でもですね、まあ怖いですよね。実際にそうやって出して、拒否される、市場から拒否されるっていうのはとても、こう、怖いことですけれども、そこでですね、怖さを消すですね、一つ、あの、秘訣をですね、 僕が今日あなたにお教えしたいと思うんですけれどもそれはですねリスクっていうのがありますよね自分がやる行動に対して失敗するかどうかを怖いですよね人っていうのはけれどもそれをですね神に書いてください例えばさっきの産婦人科の人の要は病院にアプローチするでも拒否されるかもしれないしかし拒否された時の最悪な結果っていうのは一体何なんだろうかって言ったら 無視されることかもしれないですよね。うん。ただ、じゃあ、それがどうしたみたいな。<laughs> 紙の上で書くと、問題がとてもアホらしく思います。いろんな人に DM を送れと、僕も言いました。僕もお客さんに送らせてます。でも、大概の人はこう思います。先生、そんなにたくさんたくさん送ったら、うっとしがられるんじゃないですか それはちょっと困るんですけどって言われるんですけども、ちちちち甘いです。そうではなくて、うっとしい人間は、うっとしいから送ってこないでください。もしくは、うちは結構ですので、送ってもらわなくて結構ですと、いうふうに返ってきます。それ以外の人は、もうじゃんじゃん送ってください。もうじゃんじゃん送っても、何にもないですから。はい。ですので、 そういうですね、市場からのアクションを怖がらなければ、で、怖がったとしても、そんな、怖がってることなんて大したことないじゃな,ないですから。例えば僕はこの前セミナーやりましたよね。緊張します。けれども、その緊張の最悪の結果は一体何なのかって言ったら、みんなの場で喋れなくて、あ、マスターって大したことないなと思われることです。返金をされることです。けれども、それがどうした それやったらそれでまた次うまくやればいいと思ったんですね。うん。だから、あんだけ思いっきりできたんですよ。めちゃめちゃなセミナーでしたけど。うん。なので、最悪の結果、最悪の結果を神に変えて、じゃあ、その次に自分がどうアクションするか、どう捉えていくかっていうのは、大したことないですよ。人生っていうのはですね、とても自分の人生を重く感じるような傾向にありますが、人生っていうのは、 別に大したことはありません。あなたの失敗なんて誰も見てません。あなたのことなんて誰も見てません。自意識過剰になるのもほどほどにしてください。自分の失敗は自分で処理するんですけれども、その失敗っていうのは大したことはありませんということです。ぜひですね、チャレンジしてみてください。チャレンジに価値はありますが、 はい。あ、チャレンジすることっていうのはとても価値のあることです。うん。なので、失敗をですね、恐れずにって言ったらとても語弊があるけども、失敗を恐れますが、その失敗っていうのが、なんてことないんだっていうことを感じることによって、早く、早く、多く、で、クオリティが高く、行動ができますんで、ぜひ、今日からですね、始めてみてください。はい。それでは、今日はこの辺で終わっておきます。 次はですね、初めて言うかもしれないですね、コピーライティングの話をしたいと思います。あなたもチラシとか DM とかでですね、書かなくてはいけないですよね。でもその書く内容によって、お客様とか患者の内容っていうのが変わってきますよね。その真髄っていうのをですね、ちょっと語ってみたいと思います。これを知ることによって、あなたがチラシに何を書けばいいか、誰を相手に何を言えばいいかっていうのが 明確に分かりますんで、ぜひ明日も見てください。それでは今日も一日頑張ってください。寒いから風邪ひかないでください。今日から大阪、東京、千葉、大阪、東京です。それではまた会いましょう。